はいどうも皆さんこんにちは。本日もモンスターハンターライズサンブレイク、こちらの動画を撮っていきましょうか。そしてまたまたですね、公式さんから新しい情報が出ておりました。ですのでそちらの内容を皆さんに共有していければなと思っております。そしてもしよろしければこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いします。そして画面見ていただければわかる通り、モンスターハンターライズサンブレイク公式ガイドブック、こちらの詳細が明らかになりました。で、発売予定日としましては2022年8月31日ですので、今から約1ヶ月後となっておりまして、予定価格が3080円、かっこ税込み、結構高くないか、3000円か。なんか昔はね、公式ガイドブックでも2000円ぐらいで購入できた記憶があるんですが、約 1.5 倍ぐらいの値段になってますね。そしてページ数としましては512ページとなっております。ですのでそこまでページ数は多くないかな。昔はですね1000ページぐらいあった記憶があるんですが、今回は512ページとなってます。そして大きさとしましては A4 サイズですので、過去のシリーズの公式ガイドブックと大きさは同じになってますね。で、発行は角川さんとなっております。まあ、ここも特に変わらずっていうことで、毎回恒例になりますが、ようやく公式ガイドブック発売日が決定いたしました。ただ過去作と比較すると、公式ガイドブック発売されるのが若干早いなと思いましたね。公式ガイドブックに関してはもうちょっと遅れて発売する、そういったイメージがとても強かったんですが、まあ、ここに関しては結構意外でした。だってサンブレイクを発売してから約2ヶ月後っていうことでしょう。そして収録される内容について今から話していきたいわけですが、今のところはですね、サンブレイクの追加内容、まずこちらが1点目、そして無料タイトルアップデート第1弾、こちらの内容も盛り込まれているそうです。ですので逆に言うと、無料タイトルアップデート第1弾に関しては8月30日までにやってくるっていうことか。ですから31日にやってくるっていうことはないっていうことですね。こちらほぼ確定かと思います。で、記載内容に関しましては、狩猟知識であったりとか、あとはモンスターであったりとか、武器防具であったりとか、フィールドクエストであったりとか、エクストラっていうところであったりとか、まあ基本的にはですね、以前の公式ガイドブック記載されている内容とそんなに変わらないのかなって思いますね。その中でサンブレイクになってから新たに追加された内容、こちらが中心に書かれているのかなっていうところ、特にマカレンキンであったりとか、お団子スキルであったりとか、そういったところもですね多数追加されました。で、それだけではなくて14武器種の新アクション、特に入れ替え技ですね、そこが追加されたと思いますね。そういったところであったりとか、あとはマスターランクで新たに追加されたモンスターであったりとか、それに伴った肉質であったりとか、部位破壊の部分だったりとか、さらに報酬部分だったりとか、そういったところもですね、いろいろ情報が記載されてるみたいですね。あとはですね、各モンスターの追加技、要するに新モーション、こちらの攻撃データっていうところも入ってるみたいなんで、個人的にはこちらが気になりますね。で、あとは戦士を超える武器と防具をリスト化っていうことで、なんか個人的にはですね、これが一番ありがたいなと思いました。で、基本性能であったりとか、スロットであったりとか、やっぱりね、本で見るとかなりわかりやすいので、まあこれだけでもですね、正直買う価値はあるんじゃないかなと思いますね。さらにエンディング後に、怪異素材を用いることで強化可能となる武器も確認可能と。これもね、非常にありがたいよね。さらにさらにフィールド&クエストっていう部分では、城塞工事と密林、こちらがですね、新たにサンブレイクで追加されました。で、それに伴い、入手アイテムであったり、環境生物の位置情報がわかると、これもありがたいよね。で、クエストは、個別に出現モンスターや、報酬の入手確率などの詳細を掲載、これもかなり大きいのかなと思ってます。で、その他の部分でいうところで、まあ盟友クエスト、あとはお供武具、スキル、アイテムなど、狩猟に欠かせない様々なデータが満載と。で、最後にタイトルアップデート第1弾で追加される要素の情報もっていうことで、こちらが盛り込まれております。
ただ一方で無料タイトルアップデートを公式から複数回実施されることが現時点で情報として出ております。第2弾以降に関してはこちらの公式ガイドブックには記載がないので、そこについては注意が必要ですね。ただ逆に言うと公式ガイドブック完全版っていうのもおそらくではありますが、無料タイトルアップデートが全て終わってから発売することになるんじゃないかな。まあ、熱盛とか他のゲームとかでも最近そうなんですが、完全版みたいなものが発売されますからね。おそらくその可能性が高いんじゃないかなと思いますね。まあとりあえず公式ガイドブックに関しては買っといて損はないと思いますので、もし興味ある方は購入されてみたらどうでしょうか。 Amazon のリンクもうすでにあるか分かりませんが、もし Amazon のリンクがある場合は概要欄かコメント欄の方に記載しておきます。ぜひ各自でご確認お願いしますね。はい、ということではそんな感じですかね。モンスターハンターライズサンブレイク公式ガイドブックに関しては、ただちょっとね値段が高いなっていう印象はありますね。税込みで3,080円か。昔はね冒頭で言った通りもっと安かったからな。さすがにちょっと高い気がするね。これはページ数に対してちょっと高いよね。昔もさ公式ガイドブック高えなって小学生時代思っていたけど、昔もね公式ガイドブック高えなって中学生時代思っていたけど、ただ、さらに高くなってるからな、ちょっとびっくり仰天ですよ。ただまあ、公式ガイドブックに関しましては、自分もですね、毎回購入しておりますので、こちらの公式ガイドブック、若干高いですが、今回も購入させていただきたいと思いますね。で、購入後に一通り見て、そこで新たに気づいたことであったりとか、何か面白いトピックスがございましたら、またこちらのチャンネルで共有させていただきます。ですので、もしよろしければ、この機会にチャンネル登録して、これからも、モンスターハンターライズサンブレイク、こちらの動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いします。おそらく、サンブレイクをやってる方であれば、チャンネル登録しておいて、損はないと思いますので、ぜひ気軽によろしくお願いいたします。はい。まあ、そんな感じでございますね。あと、サンブレイク。もしかすると、他の動画で、結構語ってるかもしれませんが、無料タイトルアップデートが迫ってまいりました。非常に楽しみですね。でそちらについてまとめた動画も別途投稿しておりますので、ぜひぜひそちらの動画も重ねてご確認いただけると幸いです。よろしくお願いします。ただ本音を言うとですね、攻略本は買った方がいいと思いますよ。実用性であったりとか実際問題見る機会があるのかっていうところがあるかと思いますが、ただね攻略本って不思議で見てるだけで楽しくなりますからね。あとは公式ガイドブック本当に細かい情報まで記載されておりますので、まあそれを考えると買って損はないんじゃないかなっていうところですね。ですのでもし迷ってる方はお金に余裕があるんであれば買った方がいいんじゃないかなっていう、そういった印象でございます。はい、ということで今日の動画この辺りで終わっていきますね。また次回のサンブレイクの動画でお会いいたしましょう。あと直近ですとゼノブレード3、こちらの動画投稿も開始いたしますので、もしゼノブレード3に興味ある方もぜひチャンネル登録していただけると幸いです。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。じゃあねー。